どうもこんばんは、オオカミです。本日もオキシゲンノットインクルード始めていきたいと思います。ちょっと一回消えてから進みが遅かったので、配信会で少しだけ進めておきました。やっとガスの設備ができるかなと思います。これなんか多分この説明文読んだ感じだと、データベースのなんか排液の液管配管をつなげるところもないから、多分このまま二酸化炭素がこの機械から純粋に出てくると思うから、二酸化炭素違う汚染水が出てくると思うから、この中に作ってしまう置きました。なんか説明文だと汚染水の中に作った方がいいみたいなことも書いてあったし、いない、今日のガチャ失敗で、今天然ガスの発電を目指してます。これドア30にしたけど、こっちまで漏れてきてるんだよね。それがいまいちよくわかんない理由が。それで結局水は見つかんなくて、今探してるけど、これ水なかったら本当にどうしたらいいんだろうって思う。とりあえずここの仕事待ちかな。でここに電力を貯めるバッテリーの部屋を作ろうと思ってる。この天然ガスどうしたらいいんだろう。これ吸気して全部こっちに送ればいいのかな、換気で。いやでもここの通路が困るんだよな、わかんない。これどうしたらいいのか、結局。もしここから二酸化炭素が出るなら、ここに送ってあげて、ここを食料庫にしたい。これもしかして手動だから漏れるのかな？自動だったら、通りが早いから。いや、そんなことないよな。多少は漏れるものなのかな？ここ多少は漏れて後で酸素で押し出すみたいな感じかな。天然ガスの重さってどうなんだろう。酸素よりは重くてっていう感じか。多分酸素が上に来てるってことは、これブリッジつけた方がいいかな。まあ少し様子見よう。でタイル、二酸化炭素と汚染水を出します。その汚染水どこで使ったらいいんだろう。こっちに送るぐらいしかないな、使い道が。そして冷蔵庫、ああ二酸化炭素ないから滅菌されてない、非常にまずい。これい
休憩か。この天然ガスどうしたらいいんだろう。漏れてきてるんだけど、すごい。これ吸わないとダメかな。もう電気いっぱいになるから吸わないとダメ。これ二酸化炭素出せばいいかな。ここに浴槽も。バッテリー、まあ電気はまだ大丈夫。ストレス 18%、 鼓膜破裂。どこで破裂したの。ここ。まあ劣悪だよね。天然ガス充満してるもんな。まずいな。ちょっと病院作んないとダメじゃない。病院これかな。医療部屋ってあったっけ。病院、医療設備、トイレ、食卓。あー難しいな、ちょっとそれは。うまいこと電力使うまでいかないかな。うまく。そっちじゃないな、こっち優先してほしいな。ここ優先してほしい、本当に。そっちじゃない、みんな優先すべきはこっちだ。で、そろそろ電力も作ろうかな。ここにバッテリーを貯めてあげて、で、電力をここから。あれ、電線未接続ってどういうことなんだろう、これ。こっちからこう行き来するのかな。とりあえずつなぐか。ここで発電されてその電気はどこに行くの。この電線にまた戻ってくるの。もう一本出した方がいいってこと。それとも、いまいち意味が分かんないな。なんか多分でもそんなような気がする。ドアつけれなくない？そしたら。電線でこう送ってあげて、この電線を供給してあげたいんだけれども、いや分かんないな、これ作ってみないとどうなってんのかさっぱり分かんない。だってここで発電されてその電気はどこに行くんだろう、そもそもにして。発電機のシステムがよくわかんない。どれだ、電気、石炭、天然ガス。天然ガスは全然わかんない。そしてこれ濡れたらやばいのかな、いまいちわかんないな、難しいな。食料大変なことになってるな。傷まないのかなこれ。
ガチャまで 1.1。 これどうなってるんだろう本当に。電力が入ってってここに貯めて、この電力また戻せばいいのかな。でもそれだったらこのブリッジいらないんだよな。こっからやっぱ別回路にしないといけないのかな。そしたらこれ一回全部外して、まず電力溜まるか見るしかないか。ここ繋がってるから、でもそしたらこうこっちと行き来するから電力が溜まるはずだもんな。楽に俺は劣悪だわ。俺はまずいよ。ひどい環境。どうなるんだろう。どうも足りてるね。大変なことになってる。頑張るんだ。あ、動いた動いた。お、すごい勢いで出るな。でもたまるのかこれで。いや、どんどん減ってってるけど、問題はここにたまるかだよな。まだつながってないから。二酸化炭素どこに出てるんだろう。ここに出るのかな。そしたら二酸化炭素も吸ってあげないといけないよな。ああ、二酸化炭素出すとこないか。詰まってるのか。いやー、どうしよう。とりあえずこっちの部屋にも出そうかな。二酸化炭素2つ出して、これすごい勢いで汚染水たまるな。汚染水って何か水にできないのかな。砂を使って水にします。それぐらいしかないのかな。なんか植物で、汚染水で育つ植物とかないのかな。吹き草、違うな、塩素。